最近のタバラさん配信ハイライトまとめに対する視聴者の反応集。タバラさん愉快すぎる。なんやこのおっさん。怖いよ。吸引力が高すぎる。予想会みたいのに後ろの隠密タバラとずっと目が合うから笑っちゃって何も話は言ってこない。天才は常に常人の一歩先を行くが、ちょっと飛びすぎてない？なぜ忍者なんだ。タバラ聖騎の文字が妙にメタリックで草。微妙にダサい感じがじわる。そろそろ目線に黒が入りそうで。もう目線は一度ついて、取れた後だぞ。マヤの三着目の別衣装は決まったな。帝王と二人でくの一やろうぜ。タバラの顔ちらついて多分俺は笑う。マヤの、お前のトレーナー大丈夫か？マヤ知らないよ。タバラ本命ディナースタなのか。まくって足が残るかわからないけど一か八か数を乗るらしい。やっぱディナースタか。タバラは小さい頃を知ってるのと同じ馬の声を聞ける者同士だからか結構数を買ってるよな。マジでトースポはタバラ連れてきて正解だわ。こんなん絶対気になるに決まってる。卑怯すぎだろ。また今週も買いたくなるじゃんこんなの。マジで本人もスタッフもみんな楽しそうでいいなこのチーム。グランアレグリアはガッキーになるし、ソダシは沢尻エリカになるし、横山武史は佐藤健になるし、心の本命という新概念持ち込んでくるし、腹筋が辛い。よく見たらナンバー広げてあってくさ。マーケティング上手すぎる。背景はカオスだが展開予想はかなり真面目。さすがですわ。タバラ、長距離は馬のリズム以前にジョッキーは同様でも歌いながら小川のせせらぎを聞きつつ乗るべき。タバラ、ディナースタは福永陽一が乗れば絶対勝てる。基準がおかしいんよ。やっぱこの人頭いいだろ。遠くの切れ味良すぎるわ。ロレツや馬名の記憶能力こそ年相応になってきてるが、競馬の話してる時のタバラ聖騎はマジで生き生きしててとっくに還暦超えたじいさんとは思えんフレッシュさを感じる。タバラ、竹豊イコール横山のりイコール岩田康。どういうことなの？ジーニアスでファンタスティックってことだよ。タバラも言ってただろ。ジーニアスの同類校だよ。つまり全員スープカレーが好きすぎて入園してる時に抜け出して食いに行くってことか。幻惑ポツンの縁付きをするってこと。タバラ、世間は岩田パパに追いついていないが菅原くんのような天才は天才岩田パパに追いついている。草。菅原明を天才と言ってるってことは将来彼は竹豊や横山紀弘や岩田康成級の騎手になれるってことだな。実はもうタバラと維新伝心テレパシーなのかもしれない。若干21歳にしてタバラを、あと5センチアブミを短くする以外言うことない、と言わしめる怪物アキラ、菅原。おいディナースタ降りたぞ。ディナースタ来たー。広島弁な理由。タバラの口を借りている都合上彼の出身地の方言が強く出ている。ディナースタ、何それ知らん、怖。こいつ絶対やってるでしょ。頼むから決めててくれと願われる唯一の男。やってたのは幻覚を見る方でなく頭をスッキリさせる方のお薬だからむしろやってないと言われてて笑う。これは？ガイアフォースの発言。これからも俺良いサウンド届けるし良いステージ見せるよ。夏フェスとこの前のフェスで力出しすぎてた。サラブレッドロックンローラーの中で放牧のことをスタジオって呼ぶんだよ。ロックンローラーは前髪が顔にかかるもんなんだよ。さすがロックンローラー理解度が高い。これがタバラロックか。ガイアフォースお前そんなキャラだったのか。これ何？ JRA、彼には近づかないでください。当然の対応すぎるな。何やってんだ JRA って思うことはあるけどこれに関しては文句ないな。その結果 JRA がタバラに手が出せなくなったのは誤算だよ。パラディ島の擬人化とか言われてるだけある。馬娘のマヤもこれやれるんでしょ？アプリで見るのが楽しみだな。マヤ知らないよ。星谷ちゃん下ろしなよ。有馬の頃に脳内でサンタマヤのが降臨するかもらしい。サンタさんと一緒に俺の頭の中に、トップガンが、降臨するかも。そういや馬娘のトップガンもサンタコスしてたような。反省会やもうめちゃくちゃだよ。最近この人知ったんだけどこの人本当にもう役やってないんだよね。ムチさばきとか見せてくれた時はさすがは元騎士と思ったのに。ムチさばきが綺麗で本当天才だったんだなって。一度配信で大馬さんに乗ってみてほしいが難しいか。メイケイエールが憑依してから憑依体質がひどくなったらしくてくさ。こんなもんエールちゃんに対するイメソンだろもう。この人本当に表のメディアに出して良いんです？
トースポ、うちはメディアもどきだからセーフ。トースポは8割方アングラだからセーフ。お前情報メディア名乗るのやめろ。裁判長、信用する人間がいない、と報道機関自らが主張することは報道機関としての存在そのものを自ら否定していることと同じ。サンキュー裁判長。裁判長に説教されたの本当に草。明日自宅に家宅捜索に入られても正直何もびっくりせんからな。ナンバーでも、エンタメにならなきゃダメなんですよ。タバラ正規は、って言ってたけど、本当にこういう形でいいんすか？確かにエンタメなんだが。競馬詳しくないんだけど、この人って大川隆法ですか？競馬イタコゲー夢小説同人作家やぞ。まあ毎回何頭も下ろしてたらタバラも疲れちゃうだろうから、程よい範囲で、それこそ長距離レース乗る気持ちでこれからもよろしくお願いしたい。カンテレ、トースポに乗っかる。なんだよジーニアストークって。ジーニアス、ファンタスティック。ジーニアスが流行り始めてて草。岩田パパのパーカーよく見たらルイビトンで草。タバラが競馬界を支配する日も近いな。現役関係者と接触せずして支配とか恐ろしすぎる。新手の魔法か何か？これが陰性か。もう岩田パパと池添で非接触型の交流を完成させてしまったからな。菅原くんにジーニアスも伝染させられた下原キングダムまで秒読みよ。いや第一声がこれなら触れざるを得んのよ。広がるジーニアスのは。父親と同期がジーニアスに染まったということは次は未来の番かな？タバラに褒められた池添。喜ぶ。その人接触禁止じゃ。接触したのはトースポの YouTube なのでセーフ。タバラもツイッターやってるけど池添はトースポの YouTube リンク貼ってるだけだからセーフだな。トースポという檻があるからセーフ。岩田パパも動画出してたしセーフ。まあこれがダメなら岩田父もとっくに縛かれてるだろうからセーフじゃない？父を縛くな。やっぱタバラに褒められるのは嬉しいんだな。SNS ができて接触禁止の範囲も難しくなったな。人としてはあれだけど騎士としてはマジモンの天才だからな。そんな天才に褒められたらそら嬉しいわ。まあ接触を禁止されたとはいえ現役騎士から見たら雲の上の存在だったことには違いないからな。なんかゾエとタバラって騎士としては近いのよね。初 G1、タバラは八大競争、は天乗り。希少難の素養馬に乗るのが特にうまい。天乗りもうまい。牝馬が特にうまい。これを受けてタバラが明らかにゾエに寄せたコメントをツイートしようが、メンションしてない限り、ふと思ってつぶやいただけです。で押し切れる説。ルメールとの妄想会話って実例が強すぎる。というかこの究極の騎乗とは何もしないことってやつ和田さんも言ってたな。やっぱり騎手の理想の一つなんだな。何もしないっていうか騎手がいらないぐらいが理想なんだろうな。まあ騎手いなくて走れる馬がどれほどいるのかって話になるが。表だっては言えないがタバラの配信は見たことある人案外いそう。配信見るだけなら接触とは言えないだろうしな。岩田パパ、また何か言いたいことあったらツイッターにでも書いといてくださいって言ってたからワンチャンツイッターもかなり見られてそう。タバラってただの変人競馬おじさんだと思ってたけど、もしかして騎手に慕われてたり尊敬されるくらいすごいの？武豊より天才は誰だ？って聞かれるとまず福永陽一とこの人って答えるぐらいにはすごいと思う。騎手がどう考えて動くのか素人でもわかりやすく展開予想してくれるの助かる。たまにそれできるのあなたと福永陽一くらいでは？って注文つけるのもご愛嬌。若い頃のやらかしで競馬村から追い出されたけど、なんだかんだで隣村ぐらいに住むの許されてるあたり、捨てるに惜しい才能だと思われてたのは確か。